これはヘルターかしら。うん。若いのね。前琥珀期の時点ですでに有名だったわよね。もう100歳は超えてるんじゃないかしら。彼女は天才クラブのメンバーだ。その上知恵のヌースの司令でもある。不老不死なんて造作もないんじゃない。ふーん。私の記憶によればクラブの歴史に名を残した80数名のうち大半は天寿を全うしてたけど、そういえば数日しか生きることができなかったやつもいたわよね。名前覚えてる？そう。でも珍しいことでもない。ゲームに登場する化け物なんかも不老不死とか言ってすぐ主人公にやられてるし、長生きがいいこととは限らないでしょ。長生きがいいこととは限らないなんて同盟のことを言ってるの？